まあ、ただあんまり人格の話はやっていくとこの本質が見えなくなるんで、次ちょっとね話題を移したいのは、はいはい、それぞれのね彼が言っている、まあ、政策面でのね、はい、問題点、はい、これも行きたいんですけど、はい、まず政策面では、はい、先生どういうところが一番問題だと思われますか、ね、政策面はですね、まずあの維新発作の内容をつまびらかにこう考えていくというのがあるんですが、その前にもう少しだけ人格のことも申し上げておきますと、やはり橋本さんは取り立てて、例えば今回の石原都知事が立ち上げられる新党との連携においても政策一本でいくんだ、政策が強調できるかどうかだとこう言って、で人品こそからまあ関係ないかのようなことをおっしゃるんですけど、それはもう大きな間違いで、あの今おっしゃったエチケットとか記者の方に対する対応とかで、あるいはこう約束は破らないとか、来年の予算いじらないと言ったら、いじったらダメなわけですよ。これはもう当たり前の公共的な約束というものはちゃんと守るというのはですね、これは政策の話以前にこれは人品骨柄資質の話で、したがってあの橋本さんはご自身の人品骨柄資質の問題全部置いといて政策だ政策だというのは、ある種 の、 あのレトリックにこう逃げになっているというところがあるというのは、これは我々おいお前これちょっとじゃあお前何逃げてんのよほらっていう話をしとかなあかんかなって、一つちょっとこう釘は一本ポンとこう打っときたいなと。いや、それおっしゃって、いや僕もちょっと訂正します。例えばですね、小選挙区制が中選挙区制から小選挙区変わりましたね。あの時にこう言ったんです、みんなね、政策で入れましょうと、人物ではなくて政策で、というのは例えば5人区で自民党がね3人も4人も出ると、そうすると政策みんな一緒なんですよと、その中でね選んでもらわなきゃいけないのに、政策みんな一緒だからサービス合戦で選ぶ、だからねお金かかる、だから政策で選べるように小選挙区にしましょうと言ってやったのが小沢一郎なんですね。許せない。ところがね、僕それ初めからね、その当時から僕それ 大反対だったんです。というのはその論法が嘘だからです。その論法が完全に嘘ですよね。選ぶのはね、政治家の人柄で選んでる、人柄で選ばないという政策なんていうのはね、まあ、あのマニフェストが典型ですけども、あるあの一定の領域の分だけね、例えば具体的に挙げたりすることはできるけれども、政治っていうのはね、まあ、一寸先闇なんですよ。だから一寸先闇だから書いてないことが起こるんです。例えばあの大震災もあの原子力災害もそうですよね、一寸先闇で想定外のことが起こったりする、その時に、ね、何が起こるかわからないけれども、多分この方ならですね、自分たちの国を守ってくれるだろうという、その何かを感じさせる、その人柄、人品骨柄、そういうことなんですね。それをさまざまな政策だけじゃなくてですね、日頃からの振る舞いとかね、それからまあ様相ですね、そういうとこからみんな分かるんですよ。人間っていうのは難しいね、専門的なことはそれぞれ専門家なんて分からんとこあるけれども、要は人間の顔や振る舞い見たらですね、この方信用できるかどうかって分かる。それがものすごく大事なことで、サービス合戦とかそういった、ね、話じゃなしに、もともとのそこを選ぶのが有権者、国民の仕事なんですね。専門的知識よりも人柄を選んでいくと、これが選挙制度の一番根幹であるにもかかわらずね、それ全く逆さまの言い方で、あの小選挙区制でありましたね。そしてあの小選挙区制度ができたがために、こういう勢力がどんどん増えてきてる。やっぱりこのことはやっぱり押さえておかなきゃいけませんよね。やっぱり初めのそこの出足が間違ったということですよね。ですからあの政策だけなんだと、あの例えばあの、面接みたいなことをしてはりますよね。その時にこの維新発作に完全に同意するかどうかが基準なんだと。それはお前どうやねんと。政治家が2人いてですよ、真剣にその国のことを思っていたとしたら、でそれなりにこう政策体系を考えたら、完全に一致するなんていうことは普通ありえないです。やっぱりどっかであの違いがあるだろうし、それは情報のわずかな乱れがあるだけでも政策が変わってきたりとかするわけですから、だからこそ議論をするわけ で議論をして情報交換をしながら思いをぶつけ合いながら、それで2人の政治家が議論をすることを通じて A という政策体系と B という政策体系を戦わせながら、 C という新たな A と B を含んで、かつさらにいいものを作っていくというのは、これが議論というものだ。それをやるものが、それの最も国権の最高機関である国会というのは、そういうものなんですよ。で、それをやるためには、あの、政策の内容じゃなくて、あの、協力的な気持ち、議論に対して真摯な気持ち、人品骨柄の素晴らしさだけが、もうはっきり言って、それだけが政治家の資質として最も重要なものなんですよ。だから一番大事なのは、やっぱりちょっと謙虚さがなければね、つまり、我々一応この政策出してますがね、ね、あのどちらが B の政策出して、こちら A の政策と、うん、そうすると A が絶対良くて B が絶対悪いんじゃなくて、
これはやっぱり TPO なんですよね。そのタイミングがあるし、その状況によってね、やっぱりいいと思った政策もね、あの悪いこともあると。だからそれはそれぞれが話状況をこう議論する中でね、あ、今回我々この政策やれていったけれども今はその時期じゃないですねと、まあ、こういうことになって初めてね、議事国会というのができるんですよね。それはやっぱりお互い人格的に認め合ってですね、政策以前に人格的に認め合えるから、お互い相手が信用できるから、こういうことができるんですよね。ところが今は、まあ、野田さんなんかその典型ですけどね、もうそうですよ、全く初めから嘘をついてやっていくし、それから、まあ、橋本さんなんかも同じようになってますよね。いやもう全くですよ、同じ穴の無人だとしか言いようのない人たちなんですよ、ね、だからもうこの道見てるんですよね、これはね。そうです。でそのやり方というのはですね、政治家になられる前の職業っていうのはいろんな職業があって、当然ながらいいものだと思うんですけど、やっぱりこの前の職業と政治という職業はマックス・ウェーバーを引用するまでもなくですね、やっぱり質的に違うものなわけですね。ですから どれだけ何の職業やってても政治家になったら政治家としてのマナーを、議論をちゃんと尊重するというマナーを保たないといけないわけでありますけど、橋本徹という男がやっているのは完全に弁護士のアプローチ、しかも弁護士の中でもクライアントのためだけに、金を儲けるためだけにやってる、よくアメリカのライアーライアーってジム・キャリーの映画がありますけど、まあ、あそこで風刺されてるんだ、ああいうも金のためだけの弁護士風情がやるような、これ弁護士の方はもちろん立派な方たくさんおられるんですけど、金のためだけの弁護士には風情つけてもええかなと思って風情つけただけなんですけど、と同じなんです。これどういうことかっていうと、あの弁護士のあのライアーライアーのその嘘つき弁護士のやり方というのは、アメリカで問題になっている弁護士のやり方というものは、クライアントが金を持ってやってくると、うん、でクライアントの意向をまずヒアリングして聞いて、でこういう結論を出してくださいって言われるんで、あ、分かりましたと、で結論を決めてから論理を組み立てるんですよ。でこれは弁護士という仕事で、これは政治という仕事の真逆なんです。そうですよね、政治という仕事は結論が分からない。そうなんです。今ここで改選をするのが是なのか、あるいはここでもうあのもっと交渉を引き伸ばすのが是なのか、あるいはもう全然こう別の方法をやるのが是なのか、これはもう分からない。そうなんです。あの関ヶ原の戦いの時でも、あの時どういうふうにやるのかっていうのは、結果は勝つということをやりたいわけだけど、そこでどういうアプローチを取るかっていうのはどうしていいか分からないわけですよね。そうですね。ですからその決めちゃダメなんです、やり方とか。そういうもの決めちゃダメなわけですよ。だからやっぱりね、政治の本質っていうのは、さっき僕も思いますがね、この日本の国をどうやってですね、未来永劫続けられるかと。それは日本という国であると同時にですね、日本人がですよ、日本人として生きながらえる、これが一番大事なんですよね。それはそうなってくると、例えば安全保障とかね、経済とかありますがね、もう一つ大事なのは国民性とか道徳とかね、そういうものの価値観、考え方ですよね。そうですね。それがものすごく大事なんですよ。それを我々はこの何百何千年の間にね、ずっと先祖代々引き継いできたと。で我々が一番問題にするのは、その、まあ、命はね、 DNA はずっとね、まあ、戦後もあるかもしれませんが、その精神の形とかですね、価値観、この分がこの戦後のですね、占領時代にものすごく変えられてしまいましたね。でそこからですね、あの DNA の生命の DNA としてはあるけれども、そこが今おかしなことになってですね、今橋本さんがやったり、また他の改革勢力が行ったりしてることも含めね、かつてはそこまでね、デタラメをやったり行ったりはしなかったんじゃないのかと。そういうところが一番気になるんですよね。だからそれは振る舞いですよね。政治家はやっぱりそういう振る舞い方を許しちゃダメだし、あの国民もね、そういうことを許しちゃダメだし、本当はまあそういう形ではね、長続きしないんですよね。そもそもそのもし人品事柄を、政治家の人品事柄を無視するんだとするとですね、政策で完全に有権者があの決めないと、あの政治家決めないといけないとしたら、もう国民は全ての問題について、あの政治家並みの、あるいは官僚並みの凄まじい知識と見識を持っていないといけなくなるわけですよ。 でも一般の国民の方っていうのは職業が別に終わりなので、その政治的な問題について全ての人的資源を投入することはできないわけですよ。だから政治家の方を選ぶのがこの日本という国の政治のやり方なわけですから、政策のマニフェストであります維新発足に賛同するかどうかだけなんてやるんだと、それも今の日本の政治のやり方を根底から覆す、もう暴挙に等しいわけですよね。だからこれはどうですか、例えばね、なんでそうなったかというと、例えばあの対戦の話に戻りますよね、あれは負けましたね。で負けることによって大変な日本被害を受けたんですがね、だからいくらですね、あの日本にその戦争のですね、実は大義なりね、ものがあったとしてもね、負けたじゃないかと、あの負けるような戦争をしてですね、やった指導者も悪ければ、まあ国民もバカだったと。
だからみんな一億総懺悔してですね、もうそういう負けることやめましょうと、というか戦争自体はダメだという話になって、まあ、あの全てがですね勝ち負けからかと、うん、でそれは政治においてもそうですし経済においてもそうなんですよね、うん、経済においても立派な会社を作って、まあ、国民をですね幸せにしていく、従業員を幸せにしていくということだけじゃなくてですね、うん、まあ企業はですねとにかく利益を出して、ね、どんどん税金払っていけばいいんだと、うんね、税金払ってるから文句言うなというような形で、要はまあ大きくして、ね、企業自体が大きくなればいいんだというような風潮がどんどんこの20年ぐらい間に大きくなりましたね。同じくまあ政治家もですから、嘘をついてもね、何でもいいんだと、政権取らなきゃ言ってることできないんだから、まず政権取るのが大事じゃないかと、そのためには多少ね、でたらめでもね、まあいいんだよと、というようなね、風潮、これ全部ね、同じなんですよね。やっぱりそこをね、我々ちょっと考えなきゃならないと思うんですね。そしてそれを報道するマスコミがその権化ですよね、つまり視聴率であったり、販売部数であったり、そのことだけがですね、評価の対象で、本当に正しいことをですよ、ジャーナリズムとして国民に伝えてるのかという本質の部分が忘れ去られてますよね。つまり全部その大きさとか勝ち負けとかね、そういう本来はどうでもいいことなんですよ。どうでもいいというか、まあある種会社が存在するために必要な規模とかいろんなそういうものはいりますけれども、本当はですね、そのじゃあ何のためにやってるのかというね、根本的な意義が問われなくなってしまったと、まあ、その結果だけのね、その勝ち負けだけを見るような、まあ、これはやっぱり戦後の最大の過ちだと思うんですよね。これも一言で申し上げるとマナーの問題だと思うんですよ。あのいわゆる、まあ、先ほど名前を出したウェーバーなんかもいつも言ってる、政治という職業の職業としての政治という本の中でというか講演の中で言ってある話ですけど、あの責任には2種類あると、あの結果、あの結果の責任と、あの結果の責任と、いい結果を出す、あのアプローチとかあの動機とか関係なく、とにかく結果を出さないといけないっていう、そういう責任の取り方があると。でもう一個はまあ道義的責任というか、その倫理的責任というか、そのどういう純粋な気持ちでやったのかと、結果は関係なくて、こう全然2つの対立するものがあって、で政治家というものはこの2つが本来矛盾するものなんだけど、あの命をかけて、自ら命をかけてこれをイクウェイトさせる、すなわちその共通化されると、その結果責任と倫理的責任というものを何とか一緒にしていこうと努力する、その姿を目指そうというものすごい崇高な思いを持たれている方だけが職業としての政治家になれるんだと、こういうふうにこう言うわけですね。でこれは自分が政治家の時に言うべき言葉であって、他人に対して言うべきことじゃないんですよ。基本的にお前結果が考えてないかいって足様にものすごい頑張ってくれた人にね、確かにそのまあ結果責任というものも存在しますから、まあ、責めるということは当然ながら政治家はそれを責めの咎を受けるべきところはありますけど、もうなんか鬼の首取ってお前なんかあかんかってやないかってみんなでいじめになって、もう集団でなんかもうみんなでいじめ殺すかのような、そんなやり方をするのはね、マナーの問題としておかしいんですよ。だからお互いがね、だからお互いの立場をね、おもんばかってやったり、例えば野党と与党でもですね、野党だから攻撃的にね、つまり与党の批判をただ批判して正していくのが仕事ですから、それあるんだったら、もし自分たちが与党だったらね、そういうことはね、あの野党だから言ってるけど、与党の時もね、やっぱりある程度仕方ないなということはね、やっぱそれ言わない、お互い様だから、ところが今の民主党とかね、他のあれ見てるとね、つまり自分たちが野党の時にデタラメ言ってたね、それだけやってきて与党になったらそれを全くね、言ってきたと違うことをやって、そのことを指摘されたらね、全くそれについてね詫びも何もしないっていうのはちょっとありえないんでまあおかしいんですよね。